こんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。木こりは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今だ。殺してやれ。お前ら集まれ。足に急ぐぞ。志村様が遠兵を募り軍を作ったとき、なぜあんたが率いない？道を開くよう任されたのだ。手下を一人もつけてもらえなかったのか？お主がおると伝えた。お許しになるとはな。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。ユナ。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても火槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って火槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが、危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。
援軍が向かっておるぞ。戦士も一緒だ。やっとわかった。あったフロードか。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで。見つかっちゃう。ケンジ、隠れていろ。分かってます。どっか行って。なぜ門を開けるまで待たなかった。雅子様の番だよ。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。